カールフリードリ・ヒゲオルク・シュピッテラーは、スイスの詩人。1919年に、ノーベル文学賞を受賞した。スイス北西部バーゼルラント順州、リースタルで官僚の息子として生まれた。少年時代には新宗教を起こそうとしたなど、気候の逸話を持つ。はじめ父に従って、バーゼル大学で法律を学ぶが中退。後に、中立ヒ大学とハイデルベルクの大学で進学を、 収めた。家庭教師として、ロシアとフィンランドで8年間過ごし帰国した後、シュピッテラーは一つ目の重要な詩を書いた。神話を題材にした大作プロメテウスウント、エピメテウスである。これは、カール・フェリックス・スタンデムという変名のもと、1881年に出版されたが出版当初は全く注目されなかった。その後数年間は、教師やジャーナリストとして過ごし、 幅広い文学的素養を身につけた。1883年にマリーという女性と結婚。その両親の遺産が1892年に入ったことにより、彼はルゼルンに定住し、創作に没頭できるようになった。彼にノーベル賞をもたらしたシュピッテラーの二つ目の重要な作品は1900年から5年に出版され、10年に改訂されたデア・オリンピシャフーリン オリンピアの春という大作女子誌である。彼は晩年まで最初の作品の手直しをし、最初の晩よりもさらに形式的な構成にし追加も盛り込んだ。そして1924年にプロメテウスでアダルダー、というタイトルで出版した。シュピテラーの中期の作品はバラエティに富んでいる。1883年から1906年には7つの 宇宙の創作神話を陰文体で描いた、エクストラムンダナ、ベラダン、リタラリシャグレイシュニッサ、シュメター・リンガ、グラ、ウンとグラカンリーダーなどの作品を描いた。また1907年には、自身の体験に基づく、子供時代の伝園主題マドキンファイン、少女嫌い、1898年には、彼が天をする自然主義を、 扱い劇的な結末を迎える小説コンラート・デア・ロイト・ネントを書いた。1906年の小説イマーゴ、イマーゴーには、天性の創造力と中流の価値観との間で、葛藤する自らの姿が明確に反映された。この作品は、フロイトら精神分析学者たちから注目された。1898年には、刺激的なエッセイラー・ランハンダ・バルヘイトンを、 1914年には自伝的作品マイネ・フリューソン・アーラブ・ニッサを書いた。同年、ドイツ側の視点から一方的に第一次世界大戦を見、政治的に影響を与えた小論文・ウンザー・シュバイツァ・スタンテプンクトを出版した。彼の詩集の英訳は1928年に初めて現れた。ありがとうございます。